んにちは。痛い、ここ虫に刺された。この間から全然今日刺されたわけじゃないけど、ここ今日目立つ。はい、なんか最近というか今年すごい、そう、お顔を虫に刺される率高い。そう、そう、今年の夏、そう、夏始めぐらいもまぶた刺されて、まぶた腫れたそう、朝起きたらさ、なんか目開きにくくてさ、鏡見たらさ、蚊に刺されびっくりしたね。そうっていうエピソードがある。そしてここではお昼ご飯を食べる配信をするのですが、今ママに作ってもらってるので、そう、わかんない、まだもうちょいしたら作るかもしれないけど、そうなので、来るまでショールームを、そう、お話タイムです。そう、だから今日は長めだよ、いつもより、いつもより、そう、長い配信をやりますです。なのでぜひね、最後までもしかしたら見れない方もいるかもしれないのですが、じゃじゃん。そう、今日はなんか、あ、最近長袖着てる率高かったんだけど、なんか今日は28度になるみたいなことを愛の携帯が言ってたので半袖にした。久しぶりに半袖着ただから、かわいい。かわいいよねこれ。あ、いや、あんま、なんだろう、こう、まあこういうの着るけど、あんまり着ない時もあるので、ちょいとレアでもないかも、わかんない自分でわかんなきゃみんなわからないよね。でも、いや、あんま、あ、待って、なんか変になった。あー、なんで、なんで、なんか変、くるくる、あ、待って、なんかコメント見れなくなった。なんで、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 あ、見れた、あ、見えた、見えた、見えた、コメント見えた。みんなの方動いてますか？動いてる？大丈夫かな？動いてます？動いてるかな？あ、時々固まりますって。あれ、なんでだ、なんでだ、なんで、なんだ。そう、襟がある服あんま着ないんですよ。そう、さっき話戻るんですけど襟があるお洋服着ないから、あんまり、着るときは着るけど、え、そうだから、そう、ちょっとね、そう、丸顔の人ならね、多分気持ちわかるんですけど、丸顔が襟がある服着ると、そう、丸く見えるんですよ、より。そうなの、だからあんま、なんか、そう、着ないって感じです。だからレアです。うん、そろそろ仕事するので、まだ戻ってこれたら見に来ますって、お待ちしてます。今日なんかさ、なんだろう、なんかさ、低めのツインしてるみたいじゃない？愛だけこう見えんの。なんかでも言ってること伝わるかな、伝わりそう、みんなならなんかわかります？愛の言いたいこと、なんか伝わりません？ツインしてる感、弱耳かけてるからかな、なんだろうこれね、なんか、なんだろうなんだろうって。
だよね、耳かけてるからだよね。ツイン感全然弱いてないけど、止まった。だって画質が横になってるもん。なんで、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 ここ綺麗に映ってない？そういう問題じゃない。ちょっと待って。これさ、縦で配信したらどうなるんだろう。もう元々これでやったら、でもさ、これだとまた画質、なんか画面の範囲、入る範囲が変わるんだよね。あ、このぐらい話せば平気か。こっちだったら平気かな。どうだろう。回ることなさそうじゃない？こっちでやろう今日。顔だけで会話してる人みたいな。皆さんお昼何食べるんですか？まだこれからだと思うのですが、ぜひね、一緒にお食べになりましょう。でも今まだ何時に来るかは分かんないけど、ぜひ皆さんも今のうちに準備して一緒にね、食べれたらいいよね。まだ決めてないのでご意見はだって。でもそうだよね、一緒に食べたいから今すぐ、今すぐじゃないか、なんか結構近場で手に入る方がいいよね。自分で作るか、でも自分で作りたいか作りたくないかとかあるよね。どっちですかね。どっちタイプの方だろう。作りたいタイプか作りたくないよタイプ作りたくないよタイプ。あ、自分で作りますタイプだ。じゃあ自分で作りますよタイプの方は、何がいいかな。なんだろう。なんだろうな。じゃあ何個か出すね。オムライス、パスタ、お昼だもんね。パスタ、海鮮丼、お肉の丼お肉の丼お肉の丼、お肉の丼は簡単じゃない。ご飯炊いてお肉焼いて乗せるだけって感じだから。海鮮もか、ご飯炊いて海鮮乗せるだけって感じだもんね。パスタとオムライスがちょっとねアレンジしなきゃダメ。あとなんだろうな、自分で作るか、なんだろう、お弁当自分でお弁当作ろうって思わないよね絶対。なかなかお昼に。さあ何かありましたらぜひぜひ、この中で食べたいのがあったらね、食べたいのがあったら全然いいんですよ。全然作ってみてください。で、はい、何時に来るかな。今が11時だもんね。でも12時前後ぐらいに来そうじゃない。わかんない、予想。11時半から12時半のどこかで絶対来ると思う、あゆはね。だからみんなもそれぐらいで、ぜひぜひ。牛丼にしますって、お肉買ってきます。あ、お肉率高くない？海鮮丼作るのは準備。お肉率、お肉美味しいよね。一緒にぜひぜひ、はい、ぜひ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 。あとうどんって手もあるよ、肉うどんうどんって手もあるよって。うどんも簡単、茹でるって感じだからね。はい、じゃあね、一緒にぜひ、まだ今わかんないけど一緒に食べよう。食
べよう食べよう。ちなみにみんな朝ごはん何食べました？朝朝はなんじゃろな。焼きおにぎりだって。焼きおにぎり全然食べないな。あゆ全然うん食べなくなった。なんでだろう、なんでだろう。なんか小さい頃は、小さい頃って言っても小学生の頃はよく食べてた。サンドイッチ、パンとオムレツ、あーオムレツ食べたい。あゆサンドイッチもね、気になってるお店がある。いいね、オムレツ食べたい。オムレツは小さい時からね、そう大好き、変わらず。そう安定して愛の中で、なんかそう嫌いになったことない、オムレツは。そう蒸しパン食べましたって。いいですね蒸しパン。あれ蒸しパンも気になってる。蒸しパンある気になり率高め。そうなんか愛ちゃんが嫌いになったことがないなんて珍しいね。だってそうなんですよ。オムライスも一回苦手な区域があったの。そうなぜならグリーンピースが入ってるっていうのと、チキンライスだった。中がチキンが入ってるじゃないですか。でなんか物によってはさ、皮が入ってるところってあるじゃないですか、チキンに。そのままチキンだけじゃなく皮がついてるところがあるから、それもあって嫌いだった時があったの。そうでも今は好きなんだけど、オムライスも。そうまた好き区域に戻ったけど、そうオムレツはだけど、そう一回も嫌いになったことない。美味しいよね。アイの好きなオムレツの具材はひき肉とじゃがいもと玉ねぎかベーコン、あベーコンじゃない、ハムチーズかって感じ。そうが好き自分の中で。チーズ入ってればもう何でも美味しいよね。卵とチーズって美味しい本当に。そう卵とチーズ合わさるとなんかもう本当にもうすごいよね語彙良くない。具入りが好きなんだねって。そう具入りがいいかな。最低だからもう入りません、入れませんってところでも、そう入れませんってお店があってもチーズとデミグラスかチーズとケチャップがあればまだいいかなって感じ。そうハムチーズのふわふわオムレツは美味しい、美味しいよね。卵とチーズは最高の組み合わせだね。ほらみんな納得してくれてる、よかった嬉しい、よかったよかった拍手しちゃう、よかった。絶対なんかこのさ見てくださってる中の方の中でさ一人ぐらい一緒の多分食の人がいると思ってる。あゆえでもどのくらいみんなと一緒の食なんだろう。ちょっとやってみたくない？何かあるかな、これどっちみたいな、なんかあるかな。なんだろう、何かあるかな。難しいな、こう考えると難しい。あじゃあさオムレツつながりでさ、オムレツはトロトロ派か、あの中がね、中が半熟って感じかふわふわ派、ふわふわかトロトロどっちがいい派ですか。あゆはでも決まったからみんなの答え見て言うね。そうじゃないと、そうあ愛ちゃんがこっち言ったからこっちにしようって方きっといるから、きっとね優しい方がいるから、そうみんなが答えてからいい答える、なんとなく答えたかなって感じがした。おー具
によりますだって。じゃあ具どうしよう、もう具なし、具なしにしよう。じゃあ具なし、具なしのオムレツなかなかないけどね。具なしはふわふわとろとろ、ふわふわ半熟とろとろ。お、じゃああゆ、あゆ言うね。あゆはちなみに具なしだったらふわふわ派だから、そう今ふわふわの方いたからよかった、一緒の方いた、よかったよかった。あ、朝ごはん、朝はご飯派パン派って来てる、ありがとう。朝はご飯派パン派、みんなどっち派ですか。はい、どっちだろう、うわーこれ迷う。え、でも食べる率がじゃあ高い方言うね、これは。あゆが今までの人生で食べてる率高い方言う。はい、どっちでも全然いける派なので、そうだから食べてる率多い方言う。おお、パン、ご飯、パン、パン。じゃあね、言おうかな。あゆはちなみに食べてる率高いのはパン、パンです。パン、パン、本当に小さい頃から朝パン率高い。あ、ご飯の方もいる。でもね、パンの方、パンの方も多いからよかった。でも全然ご飯でも平気だけど、そうだね、パンだね、多いのは。え、じゃあなんだろう、次何かあるかな。難しいね、考えられない難しい。あ、じゃあパスタはクリーム派かトマト派、これどっちだろう。あれ、和風の方が良かったのかないいか、トマトか、トマトかクリームどっち派ですか、パスタ。和風かなこれ、どういう風に言ったらいいのか分からなかった。でもトマトとクリームでいいや、王道な感じのね方言った。クリーム、冬はクリーム、夏はトマト、トマト、トマト。あゆは、あゆは、あゆはね、あゆはトマトです。トマト派、トマトだとミートソースとかも含まれてるもんね。はい、トマト派です。圧倒的、そう、トマトがクリームだったらトマトです。ボンゴレが好きだってわかるわかるって。あ、もう一回書いてくれてる。カレーはゴロゴロサラサラ、みんなどちらですか。カレーはゴロゴロ、あれゴロゴロ、あ、具材がいっぱい入ってる派か入ってない派ってことかな、これそういうことかな。みんなどちらですか。あ、いや具材入ってないってことはないか。みんな、じゃあカレーの具材は大きめがいいか小さめがいいか、どっちがいいですか。これが一番伝わりやすいかな。で、書いてくれた質問を元に、大きめか小さめ、大きめかなだって。でもあゆ、これ具材によるな、嫌いな具材もあるので。そう、わ、これあゆどっちにしよう、わ迷う。これさ、具材によって分けてもいいですか大きめ、大きめかなだって、大きめ。ちなみにあゆはじゃがいもは絶対大きめがいいの。人参と玉ねぎが入る場合はもうすっごい小さくがいいでもお肉は大きめがいい、そうです。お肉とじゃがいも大きめの、人参、じゃがいも小さめがいい。そう、これだね、愛の正解。これカレーは具はいちょう切りぐらいがいいだって。確かに一番それが無難だよね。でもあゆ、お肉とじゃがいも全然大きくていい何回も言う、大事なことみたいな。そう、それ
これだ、正解これ。ここまでダイエット似てる方います？いる？なんか似てるって、ほぼ一緒って方いるかな、ほぼ違うって方もいる全部愛ちゃんと反対だみたいな、います？どうだろう、どうですかね。なんかさクイズ、あーなんか変、うわー喉が変急に喉が変になるあれちょっと待ってね。治った治った、うん、治った治った治った、あでも、おあでも結構似てる人多そう治った治った治ったのかな治ったってみんなに聞いちゃう。あーでもよかった、みんな似てる率高い、合ったり合わなかったりだって。確かにそれはねありそうありそうって。あーまた書いてくれてる、カレーの肉って牛豚鶏どれがいいだって。あみんなどれがいいですか、みんなどれ派、どれ派かな。これ他にも書いてくれてる方の覚えとこ、どっち派、どれ派、どの派の肉、どの派の肉っていうので、牛って方いる。どれ派だろう、牛、鶏。でもねどれもあるよね、ポークカレーとかビーフカレーとかチキンカレーとかどれもあるよね。鶏、和風だと豚、洋風だと牛、インドだと鶏、豚、牛。アイビキ肉、アイは普通のカレーなら、普通のカレーでもどっちでもアイ、牛かな、あうんかな、わかんない。キーマカレーって何使ってんだろう、あんま気にしてなかったあ、でも普通のカレーなら牛です、アイ牛、あのビーフシチューとかみたいなお肉が好き、わかります、あのビーフシチューみたいなのに、ビーフシチューとかあのに入れるブロック肉っていうのかな、あれが一番好きなの。あゆのあの映像倉庫さん見てくださった方はわかると思うんだけど、ああいうお肉が好きで、あゆそう絶対ああいうのがいい、そうそう、ああいう牛がいいっていう。そう、愛のカレーが気になる方はね、ぜひ映像倉庫さん見ていただけたらわかるかなと。キーマは粗挽き肉ちゃうかな、そう粗挽きのどれなんだろう、牛豚鶏どれなんだろうねどれなんだろうねっていう、どれなんだろう、ちょっとわかんないけど、でもそうどれか、キーマだとまあどれか、粗挽き肉のだ誰かですね。あとでさっき来てたのが、お寿司はあのなんだっけ、サビ抜きかサビありって来てた。みんなどっち派ですか、どっちだろう。愛はもう決まってる愛はもう決まってるっていうかっこよく、そう愛はもう決まってる。わさびあり、サビあり、わさびたっぷり派、あり
旅あり、あみんなあり、えみんなありじゃん、すごくみんなあり、基本サビあり、サビあり、あり。ちなみにアユはなし。嘘、わさびがシンプルに苦手でして、なのでなしでもなんかお寿司屋さんとかに行くと、あのそう言わないと基本的に入ってるじゃないですか、お寿司屋さんって。だからそう、あいつも注文してあっってなる、わさびだってなる、いつも。え、そう注文してからっていうか、そう席に届いてからあっわさびってなるそうそうなの、わさび忘れたってなる。だから必死にもうなんかここら辺に来るじゃないですか、わさびってってなりながら、そう一瞬呼吸を止めながら食べると、そう食べれる。でもあゆもそう呼吸しちゃうともうツンツンそうしまくるから、呼吸止めて、そう忘れた時は呼吸止めて食べてるそうだから基本的にねなし。そうああいうわさびとからしだけは食べれない。え、そう辛いのは全然好きなんだけど、そこら辺食べれない。なんか違う辛さっていうのかな、あゆの好きな辛さとは違う辛さ。あゆは唐辛子とか豆板醤系の、そうなんかそうそうそう感じの辛さが好きなので、そうなんですよ、ちょっと違うよね。またそう、そうなんですよね。そうなんです。だからそうもういつも忘れないようにしようって思う。いつもそれをねやる やってしまった時に忘れないようにしようって思うのに絶対忘れちゃう。そうサビ抜きを困っちゃう困っちゃう。じゃあ続いて何かあるかな、みんなと。なんだろう、わー迷う。あじゃあ飲み物を買うときは、飲み物を買うっていうか水分補給したいときは水かお茶、どっち派ですか。水分補給したいときだからそのジュースは抜いたジュースじゃあ後でやろう、後でやる。そうまずじゃあお茶か水、水分補給したいとき。はいこれも言っちゃう、わーどうしよう、わーどうしよう、わーどうしよう。あでもお水派多くない、意外と。あお茶もいい感じに分かれてる。愛はまあ、ご飯のものによるけどそう水分補給でもさ、そのご飯の途中とかも飲みたくなるじゃないですか。ご飯の途中は基本水の方がいいんですけど、そうでも基本的な感じならお茶の方が好き、あゆも。そうなんかご飯、あでもご飯全然お茶でもいけるんだけど、だ基本お茶飲んでるかも。時そうお茶率が、お茶率 60% の水率 40% って感じ、あゆ。そう全然どっちでもいい、ご飯いけるの。ご飯の時は水かお茶が絶対いい。そうね、そうジュースもいいんだけど、だでもジュースは絶対なんかパンとかそういうパン系の時がいい、ジュースだと。そうでもこれ分かってくれる人いてくれたらいいな。そうジュース系は絶対パン系がいい。なんかご飯
和食とジュースとかはやだ。そう、洋食とジュースはいいけど和食とジュースが嫌だ。そう、分かってほしい。でもこれ分かってほしいっていう。お弁当にコーラでも全然平気。もう分かるの、平気は平気なの。あいも、そう、全然いけるけど、そう、できるのならばお弁当でも、あい多分お弁当食べてからコーラ飲むとかかも。それだとかもしれない。うん、そう、もう喉渇いててもコーラを途中に飲まずに最後に飲むかもか最初か最後に飲みそう。予想わかんない。あー、ケーキ食べるときはコーヒー紅茶、コーヒー過去カフェオレットも書いてくれてる。みんなどっち派ですか？わ、これでも迷うな。でもお家なら、あ、でもどっちだろうな。あ、どっちだろう。でもさ、カフェラテとか、はい、ミルク多めが好きなんですけど、カフェラテとかお店によってその、そう、あれが違うから何頼むんだろう、わかんないわかんないって言っちゃう。結果でもカフェラテ率だと思う。多分ケーキの時カフェラテ率高いと思う。基本的になんかケーキフレンチトースト、パンケーキとかはカフェラテとかがいい派。カフェラテかジュースがいい派。これ迷うな。でも何ケーキかにもよるかもしれない。これはでもそうかも。なんかチョコとかなら圧倒的紅茶だし、タルトならカフェラテって感じかな。そう、なんか甘いからチョコが、甘さが消えちゃうじゃないですか、カフェラテ自体の。そうだから、それを含めるともの次第、ケーキのもの次第って感じだね。そうだね、それだね。難しい。でもさ、でもここまでやって結構合ってる方も多い気がする。こうコメントも見てて、やったね。趣味じゃないね、食合う食合ってる。そう、今合ってなくてもあゆは結構なんて言うんだろう、味覚変わりやすいから、そう、後々会う可能性はあるのでお気にせずにって感じかな。です。そう、あんま気にせないで、今ちょっと噛んだ、気にしないでください。そうです、そんな感じです。楽しかった今のこういう二択の食クイズクイズではないけど楽しかった。お弁当ならビーフチキンっても来てる。みんなどっち派ですか？あやもう決まってる。まあもう、でもこれ愛のショールーム見てる方はもうバレちゃうバレちゃう、愛がどっちを言うのか。ね、もうすぐバレそう。ビーフって書いてる。愛はでも、愛もビーフ派。ちなみにもうこれはバレてるからすぐ言っちゃう、ビーフですそう、牛しか勝たん、本当に
お肉は牛一択でさ、基本的に。別に他も食べれないことないけど、全然もう牛って感じだね。牛ってすごいよね、本当に。です。はい、じゃあここからはアユクイズでもやろうかな。ね、アユクイズやろう急に始まるクイズつなぎ。クイズ、あゆクイズ、あゆの。でもあゆ自分でもわかんないんだよね、これ。自分で出すけど自分のあんまちょっとわかんないもの多そう。じゃああゆの好きな色は何でしょう、最近の。あゆの最近の好きな色は何でしょうか。何でしょう。みんなのコメントを待ってる間にちょっと一瞬こちらへ行きますね。さあ何だと思いますか。当てられるかな。どうだろう。どうだ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 。赤青。正解は気分次第。まあそれも一つあるんですけれども、でも最近のはあるね。一応すぐ変わるかもしれないけど、最近の好きな色はある。赤、ソファーの色、水色、青色。正解は白と黒そう、白と黒の。なんか今まではパステルカラーとかの方が好きだったんですよ。今も好きなんだけど、全然それは好きなの、好きなんだけど、なんか白と黒、まあ今の洋服とかそうなんだけど、白と黒がなんかの良さに気づいた。そう、そう、そう、絶対本当に、そう本当に何年、2年くらい前まではもう圧倒的パステルカラーって感じだったの、愛の中で。パステルカラーしか色はもう認めないよみたいな感じだったけど、今は別に何色でも好きなんだけど、なんかそう、白と黒がそう好きになった。王道だ。だって確かに白と黒王道だね。確かに言われてみれば、なんかシンプルなものが好きになったって感じかな。そう。じゃあ続いて、あゆの好きな食べ物。これはいっぱいあるから、みんないっぱい答えた方がね、当たる率ある。そう、好きな食べ物。そう、これは一番好きなものとか決められないから、そう結構出てくるよ。焼肉、キーマカレー、シンプル。あ、これし違った。料理名固まって読んだら違った。サビ抜きの寿司、トマトパスタ、牛タン、ネギ、いちご、こラーメン、コーラ、辛いもの、キーマカレー。なんか全然いいところ言ってる方、いいところ言ってる。正解はお肉、まあ、もうほんとお肉全、そうなんだろう、焼肉とか含めたお肉、お寿司、もちろんサビ抜き、あとフルーツ、アイス、アイス、お菓子も好きだねうなぎも好きだし、あとなんだろう、あ、でもそんな感じかなでも全然他にも好きなものは全然あるよ。うん、でもそんな感じです。はい、
でもね、結構ここに書いてくれてるのは好き率高いからみんな知ってる、知ってるね、よく。さすが。キーマカレーも大好きだし、そう、パスタも好きだし、うなぎも大好き。なんかね、みんな当たってるね、ほぼほぼ。ラーメンはちょっと苦手だけど生食パンも当たりだし、グラタンも当たりだし、マドレーヌも当たりだし、だからみんな当たってるは当たってるの。そう、当たってる、当たり当たり、みんな当たりじゃん。さすが。さっきね、愛の待ち受け画面は何でしょうってなってた。何でしょうか、これ当たるかな、当たんなそう、当たるかな。見せるはできないけど、そう、これで配信してるので、そう、愛の携帯で配信してるから見せるはしないんですけど、当たるかな。ワンちゃん、ユイリーさん、自撮り自撮り強い青ニコ、青ちゃん、マチャチドリ面白い。ユキリンとのツーショット、ユキリンさんね正解はアユの、そう、なんかもうほんと憧れの、そう、方の写真を、そう、貼ってるじゃないにしてます。そう、何人かいるんですけど、そう、何人かいるから、この方この方この方とは言わないんですけど、そうをやってる。そう、待ち受け画面っていうのかな、ホームロック画面、ロック画面っていうのかな、あれなんだろう、電源入れた時に一番最初に出てくるところ。そう、全然ツーショットとか自撮り系ではない、もう憧れの方って感じ、尊敬してる方って感じ。そう、なんかもうこう見た瞬間にってなれるじゃないですか。わかります、このわかりますそう、こうつけた瞬間になれるじゃないですか。だからそれでしてます、あゆは。そう、ツーショットとかも全然いいんですよ。でもってなりたいがために、そうやってます。ちなみにマチャとは、あの携帯とそのケースの間、あゆケースが、そう、なんていうんだ、周りは色ついてるけど、ここの側面はあの透明のやつ、そうにしてるんですよ。だからそこにマチャとのプリクラを入れてる。そう、だから実質マチャも正解。私もロックと本間は別々の画像にしてます。あ、一緒だ、あゆもそう。ロックはあの尊敬してる方で、ホームはあのね、ガールズアワードさん、そう、皆さんが一緒に頑張ってくださって立たせていただいたガールズアワードさんの時の時にいただいたサンドイッチとかの写真にしてるサンドイッチとなんか飲み物のような の写真、可愛いんですよ、それが。それにしてる、可愛いから、理由は理由は。でもね、ちょっと前まではね、あれにしてた。ちょっと前っていうか、ほんと1年前ぐらいまでは、1年前までのホーム画面は、HKT 劇場さんに行かせていただいた時あったじゃないですか、あの合同公演やった時に、その時の集合写真にしてました。そう、あの集合写真大好きすぎて、そう、ホーム画面にしてた。そう、本当に大好き、あの写真です。そんな感じです。続いてあゆクイズ、なんだろうな、嫌いな食べ物なんでしょうか。あゆの嫌いな食べ物、これもいっぱいあるから、いっぱい書けば当たる率高いナスってきて、正解、ナス正解。
油分の多いもの正解。でもね食べたくなるんですよ油分多く。でも油分多くても食べれるは食べれる。そう食べちゃうよね食べちゃうよね生クリームわかる苦手だけど、でもこれもね食べちゃう。軟骨あ食べない、キノコも食べない。あでもキノコはえのきだけは食べる、唯一食べれる。ピーマン好き、わさび苦手で、ラーメンも苦手。ラーメン正解、春菊も正解。あとはよ、ちなみにパクチーも苦手です。癖のあるものが苦手。そうカップ麺あーあんま食べない正解。鶏皮正解、からしれんこん正解。トマト好き、ネギも食べれる。アスパラもねなんか食べれるようになった。そう少ない数ならホルモンやもつなど、ああ食べれない。正解、みんな分かってるね。でもなね大体みんな分かってる。さすがさすがさすがです。あと何かあるかな、言ってないので苦手なんだろう。かいわれ大根、あーちょっと苦手。ウニサザエ正解正解。あとね何だろう、あブロッコリーとカリフラワーも苦手です。あと甘い人参も苦手。私ラムはだってラムねマザー牧場で食べた時は食べれました。ネモースさんの企画で、そう美味しかった、美味しかったからジンギスカン食べたいってなる。わかんない、もしかしたらさあのあなやっぱりさその羊によってさまあ、あのあるじゃないですか、臭みとかあるみたいな、川魚とかもあるとか言うじゃないですか。だから物によってはもしかしたらあるかもしれないけど、そうマザー牧場のは食べれました。セロリはだってあーダメですあーダメですって。あとあれダメだった、あの給食とかで出てくるグラタン、なんかアルミホイル、アルミに包まれてるグラタンってわかるかな。そうがあったんですよ、ミニカップに、このぐらいのカップに入ってる、そうアルミに包まれてる、それがねダメだった。そうアルミの味がすごいんですよ。そう食べれない。あとドライフルーツもダメです。レタスもだっけ、レタスは多少ならって感じ。レタス畑だったらちょっと無理だけど、そう多少ならいける。パセリ、パセリも多少ならいける。なんか丸々食べてくださいじゃなかったら丸々食べてくださいは無理だけど多少ならそうです。でもみんなほぼほぼあねすごいね、分かってるね、さすがさすがだ。なんかあるかな他にクイズ、あゆクイズなんだろう。あ、鮎の足のサイズいくつでしょう今パッと見、パッとで思いついたこと、はい、鮎の足のサイズいくつでしょうか。当たるかな、もう分かんない方はもう想像だよね、予想だよね、もうこれは23くらい、 22.5、 23、23.5、 22.5、 23かな。正解は、正解はね23か 23.5。 意外と大きいんですよ、あゆ足、ものによってって感じ。そうこれはでも結構みんな近いところ行ってたね、ね近かった。そうもの次第って感じ、物によっては 23.5 だし、物によっては23。そうだから絶対そう難しい。あこうなんか通販とかであるじゃないですか、靴あっ薫かわいいみたいな、通販でしかないものとかもあるじゃないですか。そういうのは困っちゃうから買わない。そう届いて違かったら困っちゃう。そう
結構実物で買うことの方が多い。通販でだから全然買わない。そう、こんなです。でもね、すごい当たり、みんなほぼほぼ当たり。でもあれどのくらいだろう、平均は23なのかな、わかんない結果わかんないってなっちゃう。そう、まあ大きかったらさ、中敷きとか紐でどうにかなるから。そう、 23.5 を買う率も高い、迷った時は。そうにしてる。そう、なんかそう、高校の時にローファー買ったんですよ。そう、そしたらなんかもう、なんかみるみるのうちに靴小さくなって、ローファーがどんどん小さくなって、そう、なんかもう気づいたら足痛いみたいな、そうなってて、すごい焦った。最初なんで買ってたんだろう、 22.5 で買ってたのかな、もしかしたら。そうだから、みるみるのうちに足痛ーってなってた。そう、でもそう、高校とかは全然あのスニーカーとかでもいいから、基本スニーカーで行ってた。だからそう、毎日ローファーとかではなかったからね。そう、そう、大丈夫だったけどねって基本スニーカーで言ってた。え、何かあるかな、あとクイズ。クイズって意外と難しいね。あ、意外とクイズ難しい、本当に出せない。あ、クイズ出してくださいって言われたらもう大変かもしれないって思って今このショールームを通して。そう、本当に思いました。あ、じゃあ身長は何センチだと思います、あゆの身長。多分公式と違う気がする。公式今なんてか書いてあるんだろう、書いてないのかな、身長って。今もし書いてあったらたまに違う気もする、わかんない、書いてない気がする、加入してから。書いたかな書いたかなって。さあ何でしょうか、愛の身長は。でも愛も最近測ってないかわかんないから、なんとなくだけどなんとなくだけどっていう149、154そう、なんとなく149とありましたが、伸びて151、155.2。刻むね公式見に行こうと思ったのに。そう、公式多分違う。あ、公式だと149って書いてあるのかな。149とありましたかって書いてあるもんね。あ、じゃあ違う、全然違います。ヒントは149ではない、152で、151で、154くらい。おお、じゃあ正解いくね。正解は154くらいです。そう、何人か当たってた。そう、伸びてますね。そう、愛の予想は多分155手前ぐらい。そう、最後測ったのが140、あ、140じゃない、154点いくつだったの最後が。だから多分155いってると思う縮んでる140そう、154くらいかな。だから多分 5前後くらいある。意外と、そう、意外とあるんですよ。そう、意外とね伸びてます。イエーイ。212センチもう
家入るのもう、もうすごい大変だし、衣装も着れなさそう。212cm あったらもうコンサートとかも目立ってしょうがなさそうじゃない。もうなんか探さなくても見つけられちゃう。あっという間。あやなんぐらいか。あやなんさん155ぐらいなんですか。そうなんだ。まあそうだよね。あや意外とそう伸びてて、あなんかあや全然なんかそうメイクさんにも言われるの、えあやちゃん身長伸びたよねって、前あやそうちっちゃかったのにって、私よりちっちゃかったのにいつの間にか抜かしちゃってって、そう言っていただける、伸びてるみたいな。はい、まだ伸びたい予定です。160ぐらい欲しい、あと5センチぐらい欲しい。誰か分けてくれないかな。なんかさ竹山乗ってたらさいいんじゃないって思ったね。竹山良さそう。あみんなちょっと待っててね。はい、そして皆様ご飯が届きました。ちょっと待って見せれない、ちょっと待ってね、一回こっちに置こう。ご飯が届きまして、コーンスープ、コーンスープと、すごい話変わっちゃう、でもお腹空いたから食べるね。話を中断させて食べるねって、とパンの中にナポリタン入れたよ、ご飯です。そうこのパンへの大好きな生食パン、美味しそうでしょ、美味しそうでしょ。ちょっと待っててね、みんな一瞬待ってていただいてもいいですか。1分くらいいいですかっていう。1分くらい待っててもらってもいいですか、いいですか。あ待ちますって、ちょっと1分くらい待っててね、ちょっと待っててね。少々待ちよ。戻ってきたよ。じゃあ食べよう、食べようっていう。召し上がれってきてる。お水飲みます。うん、そうパンがねチーズ入ってるからね、食べなくちゃ。食べなくちゃ。あゆね、コーンスープから飲むよ、コーンスープ。みんなお昼さっき、ね、でも食べたって方もいた、いただきます。コーンスープだ。コーンスープだって、いやおいしい。今ね近くにご飯あるよって方一緒にぜひ食べましょう、一緒に食べよう。うんうんうん、おいしい、おいしょ。パン食べよう、ナポリタンとパンの方も食べます。見てピーマンが乗ってる、あゆの大好きな、いただきます。は、どこだ、どこだ。
見えた？チーズ飲みたの見えてなかったか。パンとスープだけ足りる？だってこの中ねナポリタンが入ってるのパンの中に。ナポリタン、うん。でも全然もっと全然多分わかんない、食べてない、まだ食べ始めだからわかんないけど多分いける、全然。うんうんうん、ウィンナー、うんふん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 、ナポリタン、ナポリタン大好きやゆ、皆さんも好きですか、ナポリタン。一本だけ取れない。はは、うん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 、ナポリタン好きだって、よかった、一緒の方多い。チーズ、うん、美味しいね。美味しいね。ああ、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 ナポリタンが暴れる。暴れるナポリタン。ほ、おいしい。ほ、うん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 、おいしいスープ、うん、うん、うん、お腹すくようだって、食べてね、みんなも、みんなも食べて、うん、うん、うん、そう、パンが器になってるんですよ。そうなの。おいしい。コーンスープ、本当においしい。うん。おいしい。コーンスープおいしいよね。うん。うん。うん。クルトン入ってる、だって、あゆ入んで、入ってほしくない派です、クルトン。うん、あの、そうパン、そうパン、パン、パンはサクサクかふわふわがいい派なんですよ。そう、うん、そうなんですよ。だからね、うん、入れないです、自分は。そう、
買い物行けないだって見てる限り申し訳ない。でも全然行っていいからね、途中でも全然行ってね。うん、影響されてピザトーストを作ってるやって。やった、似てるね、パンだから。似てる似てる。おう、みんなは、あ、でもね、本当にね、今そっか、お昼だもんね、ちょうど12時だから、本当に気にせずに食べてね、ご飯買いに行ってね、全然。最後にコーン残ると悲しいよね、だって確かに。ふん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 、おいしょ、終わった、コーンスープ。うん、真似してカツ丼食べようかな、だって小田遠い、ちょっと離れてるね、あゆとはちょっと離れてたけど、でもまあまあ一緒、まあ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 、全然まあまあでもないかでもね、何か一緒かもしれない。でもさ、玉ねぎが一緒じゃない、ナポリタンの中に入ってるから。パンの方に行くよ。ナポリタン。あ、ちょっと待って。ラーメン食べてきます、だって。あ、愛ちゃんと一緒でお昼はナポリタンとコーンスープ食べに、なんだろう、食べに行かなくちゃね、だって。行ってねっていう。タコライス買ってきましたって。タコライス美味しいよね。タコライス、タコライスあゆも好き。小麦粉とバター、とドライイースト買ってきます、だって。何作るんだろう。あ、チーズがくっついてる。うん、おいしい。パンちょっと食べよう。粉のチーズですか、だって。うん、うん、違うよ。やっぱ生食パン美味しい。生食パン本当に大好き。あ、チーズとパスタがくっついてる。美味しい。
しいね。でもあんまパン食べちゃうとさ、ナポリタン出てきちゃう。なんか先パスタ食べないと。ナポリタンの姿を現しちゃうから。もう好きなものしかない前、今コーンスープに生食パンにナポリタンに好きなものしかない。待って、またナポリタンが暴れてる。そう、パン食べちゃうとね。でもパン最後でも全然、パン好きだから全然残しちゃう、残しても全然いい派の人。待ってー、ナポリタン、あ、食べた、うん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 、美味しい、美味しいね。食べたいようがなかなか決まらないのはパスタあるあるだね。やっぱみんなあるある、あるあるでよかった。うん、うん、シカゴピザ知ってる。でもあんまピザ食べないな。そう、一時期ピザ苦手で、そう今は別に食べられるようになったけど、一時期苦手で、そう、それを機にあんま食べない。そうなの。あれ？あれ？巻いたのなんかほどけてる。必死に今巻いてたのにほどけてた。気づいたら。びっくりした。そう、太いナポリタンだから、太い麺だからさ、ほどけちゃうんですよね、驚くことに。あ、あ、あ、いける。一緒パン食べよう。おいしい。でもあとね、もうちょっとしかない。もうパスタは2、3口ぐらい、2、3巻きぐらいで、あとパンしかない。すぐ食べ終わっちゃう。でもこれでもゆっくり食べてる方。そう、これでも今ねゆっくりです。
そう、ナポリタンはね、太いパスタがいい、あゆ。うん。そうなの。美味しいよね。ナポリタン。お腹すいたな、だって食べてね。お腹すいたら食べて。お腹すいちゃうよ。お腹すいちゃうから食べてね、それは。あ、もうパスタなくなっちゃう。終わっ、あ、待って。これでも綺麗に巻けないかな。いける。あとパンしかない。あっという間に終わりに近づいてるよ。パンって美味しいよね。みんなは何パンが好きですか？美味しい。メロンパン、アンパン、ツナマヨパン、クロワッサン。お、今ビッグマック食べてきたよって方もいる。うん、美味しいよね。蒸しパン、カレーパン、全部美味しい。みんなが書いてるのアイも好きですね、基本的に。でもツナマヨパン食べたことない。食べたことない。はい、パンつながりで言うとあれ気になってるの、あのりのちゃんがなんか言ってたスチームのパン、スチパンだっけ、あれ気になってる。誰か食べたことある方いるかな、いないかな。そう、美味しそうと思って。うん、うん、うん、生食パンはよくフレンチトーストにして食べるよ、だって美味しそう。うん、うん、うん、そう、スチーム生食パン気になる。うん、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 
雪見大福みたいなパン売ってたよ。だってさっきあゆノンストップで見た、美味しそうだったね。なんか本当にパンの中にお餅みたいなやつが入ってるんだよね。そうやってた。でもさ、雪見大福みたいなパンってどんなになるんだろうってすごいまだ想像つかなすぎてる。うん。なんかさ、パンとお餅を食べることがないじゃないですか、一緒に。だからさ、想像つかないよね。アイちゃんノンストップ見るんだ。だって見ますよ、そう、見れるときは。そう、ちょうど今日やってたあの飯尾さんのやつ好き。飯尾さんのコーナー面白いよね。そう、今日特に面白かった。かぼちゃと、かぼちゃとしらすそう面白くて見ました。そう、割りかす飯美味しそうだよね。毎回美味しそう。今日の美味しそうだったよね、かぼちゃとしらす。あともうこんだけしかない。見て、さっきまであんなにあったのに。気づいたらもうあとこのブロックとこのちっちゃいブロックしかない。もう進んでた、気づいたら。はっ、あとちょっとしかない。甘い、だって甘いです。うん、あと二口しかない。食べ終わっちゃう。ラスト一口食べたくない残しておきたいいただきます。
しいよみんな。美味しかった、ごちそうさまでした。美味しかったよ。美味しかった。いっぱい食べたねだって。確かにみんな待ってる、待ってたもんね、ずっと。美味しかったよ。うん、さっきお昼ご飯でマグロとイクラ丼食べてきたって。美味しそう。美味しかった、まだ食べたい。美味しいといっぱい食べたくなる。なくなっちゃった。みんなもね、食べてね、まだの方、お昼まだだよって方絶対いらっしゃるから、そう、絶対いらっしゃるから食べてね。おいしそうに食べるねだってよく言われます。よく言われる。そう、いっぱい言われる。いっぱい。いっぱい言われる。そう、でも美味しいから、そう、美味しそうな、美味しい、そう、食べてない人にも、そう、美味しそうだねって思ってもらえるんだと思う。そう、美味しいから、物が美味しいから。現在食べてるだって、いっぱい食べてね。食後のアイスも食べちゃうだって。誰かアイス届けてください。届けてくださいって。でもアイスね、いないですね、今ないので、ない、なし。なんかさ、空から降ってきたらいいのにね。食べたい時に降ってきてくれたらいい。なしありそうだってないです。こないだはあったけど、そう、こないだちょうど、そう、なし屋さんに行った時に、そう、行ったからなしあったけど、今ない。美味しかった。この配信何時までやろう。何時からやってますか。11時ぐらい、何時だろう。あ、10時50分、すごいやってた。10時50分から出たの。30分経ったらもう2時間やってるってことなの。思ったより経った。はい、全然まだ、あゆさっき11時からって聞いたけど、全然11時20分ぐらい、いや20分ではないか、11時10分ぐらいかなと思ってた、始めたの。え、すごいやってた。何時までやろうかな、半までやろうかな。あと、じゃあ8分、8分経ったらランキング、8分、そうだね、8分経ったらランキング読んでおしまいにしたいと思います。そうする。そう、そう、さっき終わらないと見れ食べれないって方いたので。
きっとね、ちょっとでも早く終わらせた方が食べれるとは思うので、半になったらおしまいにします。でも今日いっぱいお話できたしね、楽しかったね。すごいやってた。全然でもそんな1時間半ぐらい今でやってる感じないね、全然ないよね。あ、そうだ、今日はちなみにインスタ投稿するので見てください、お願いします。あと TikTok も今日は投稿する予定です。ですです。あいちゃんの食事事情が知れただって、確かに確かに今日ですごい知れてる。そう、みんなも今日も一日いっぱい食べて元気に過ごしてください。はい、そう、いっぱい食べるといいよいいよっていう そういっぱい食べるといいので、いっぱい食べて過ごしてください。残すところあと5分ぐらいになっちゃった。でも5分って一番愛のそう、どうしたらいいかわからない時間いつも何話そうって迷っちゃう時間だよね。何か、じゃあどうしよう、質問コーナーにしよう。でも今日なんか質問クイズ系やってたからね、結構ずっと喋ってるけど質問にしようかな、残り5分だったら。そうします。ということだ。ネモハモルーマン発売記念トークを誰かとその話しましたか。どういうこと、どういうことだ、どういうこと。でもそうだよね、そう発売されまして、そう大騒ぎ天国ぜひいっぱい聴いてください。そう、参加させていただいてる楽曲なのでぜひぜひ聴いてください。夕飯で食べたいものは、だってなんだろう、今は、でも今は普通にお腹はそう満足してるから思いつかないシンプルに思いつかなかった、思いつかないですね。でも今パンとこうねパスタ食べてるからさ、ご飯じゃない次でご飯じゃない、お腹いっぱいの時って考えられないよね。そうそう、なんかほどほどに溜まっちゃうと何食べたいか分かんなくなる。そう、それなの。でもなんか逆にお腹空きすぎても分からない時ある。そう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 、そういうもんだよね、難しいよね意外と。だからAKB 公式グッズに壁写真のレプリカが出たのやを皆さんぜひゲットしてください。お願いします。でもね、大騒ぎ天国のなんか裏話あるないのよね。そう、 MV がなかったからね。そう、あるかなって今、そうさっきコメントで来てたからちょっと頭の中で考えながらお話ししてたんですけど、そう MV がないからね、ないですよね、裏話っていう裏話が。でもあの曲聴いた時に皆さん好きそうだなと思った。
絶対ライブで盛り上がるよねと思いました。そう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 ですね、ですです。とにかく美味しいものにしようだって。夜ご飯確かに美味しいもの、美味しいものがいいね。コンビニで新商品があったら買っちゃう？定番を選ぶ？だって。食べたいもの選ぶ。そう、新商品でも定番でも食べたいものしか選ばない、基本的に。だからそう、食べたいものですね。二人公演出るとしたら誰とやってみたい？だって、誰だろうな、誰かな。でもそう、セカンドジェネレーションのメンバーでなので、今はそう、ファーストジェネレーションの方はファーストジェネレーションの方、エイトさんはエイトさんみたいな。そうで、ファースト、あ、セカンドジェネレーションはセカンドジェネレーションなので、誰だろう。でも誰でも嬉しいけど、でもマチャと会いたいっていうのもあるので、マチャリンかな。マチャリンかなっていう。絶対楽しそう、マチャリンとなら。レコーディングって緊張する？しないです。あゆはね、あゆはしないかな、です。絶対楽しそうだね。そう、絶対マチャとなら、あゆが失敗した時にマチャなら笑ってくれるし、そう、なんだろう、変に気を使わないでいてくれる、マチャリンは。そうだからこそ、そう、何かあったとしても絶対楽しいと思う。そう、あゆも全然マチには気を使わず入れるので、そう、お互い多分そんな気を使わずに入れるとあゆは思ってるので、そう、楽しいと思う。あ、そしてハンになった、ハンになりました。じゃあ皆さん長配信ありがとうございました。こんなね長時間やったのちょっと久々な気がする。じゃあランキングを読みたいと思います。13位シナモン48さん、ありがとうございます。12位いちごさん、ありがとうございます。11位シロウサギさん、ありがとうございます。10位王さん、ありがとうございます。9位カンさん、ありがとうございます。8位石井哲司さん、噛んじゃった、ごめんなさい、もう一回いきます。8位石井哲司さん、ありがとうございます。7位湘南の空さん、ありがとうございます。6位キタリエ推しの力持ちさん、ありがとうございます。5位アスパラ屋さん、ありがとうございます。4位あやぽんさん、ありがとうございます。3位あやのさん、ありがとうございます。2位翔太さん、ありがとうございます。1位人生方向地さん、ありがとうございます。はい、見てくださった皆さんだったり、ギフトやコメントや星なども本当にありがとうございました。ありがとう、またまたね。またまたねっていう。また見てください、ありがとうございました。あゆも楽しかったです。またね、バイバイ、バイバイ。